国国明3月25日隊は、日本の旧皇族。国家当主で、元実業家、元新職。皇籍離脱前の名富くらいは、国明王。1929年3月25日午後3時35分、東京帝国大学医学部附属病院にて、国の宮浅明王と、同妃、智子女王の第一男子として誕生。 シ七夜の3月31日に国秋と命名された。1935年4月、学習院初等科に入学。戦時中は海軍兵学校へ進むが、途中で終戦となる。戦後は連合国軍占領下において、1947年10月14日に他の皇族と共に親戚降下した。1951年3月、 学習院大学政治経済学部卒業後、川崎汽船に勤務し、取締役を務めた。同社退職後は、伊勢神宮の大宮寺となり、その後神社本庁通りを務めた。前霞海管理事長。伊勢神宮の大宮寺に就任するにあたり、雅楽を研究するため、武蔵野音楽大学に入学、卒業した。祖父は、国のみや国彦王と、 伏見宮広安王であり、祖祖父には徳川義信、伏見宮貞なる王、皇、国宮朝彦親皇、島津忠義がいる。高順皇后はおば、上皇は重帝、金城天皇は上位にあたる。娘の国秋子は、かつて金城天皇の非候補の一人に挙げられたことも、ある。金城天皇と秋子は鳩子にあたる。国秋王に関するカテゴリー。 ありがとうございます。